Alright, let's see what's gonna happen next. Oh, hi, Mena. 困りましたね。初戦で負けるなんて想定外。どうしたものか。惨めなものね、副筆頭さん。こんなんじゃ副筆頭の座どころか、ビクニの居残りも。評価は他で取り返します。初戦で負けたのだってパートナーのせいだと。そうは言ってません。でも一緒に育った姉妹が相手だなんて。まあどんな言い訳をしても負けは負けだけど。ランカさんもリンカさん以外が相手なら負けないと言っています。だから私は諦めません。この島で生き残ってみせます。どんな手を使ってでも。あなたのその目嫌いじゃないわ。小春を倒せとは言わないけれど、露払いくらいは役に立ってね。この島を追い出されたら私には何もない。バルキリーの力こそ私がこの世界で生きるために天が与えてくる。ここで脱落したら何もかも。マスは残りの対戦できっちりと評価を残さなく。食事は消化の良いものにしておけ。すぐにエネルギーに変わる炭水化物を多く摂るように。水分補給も忘れるなよ。食後のデザートに甘いものを取っておくのもいいな。ふむふむ、だったら、じゃあ満腹丸ちゃんはバケツプリンをお願いするの。満腹丸、バケツプリンを作るときは自重をギリギリ支えられる硬さの見極めが大事なのだ。硬すぎると舌触りが悪くなるし、柔らかすぎると自分の重さで崩れてしまって。なるほど。感心するな。そう、ピーちゃんの勝利をお祝いしに来たのだ。そうか、わざわざすまなかったな。なんだ、私の顔をジロジロ見るな。ピーちゃん、何かあった？何かってなんだ。昨日までのピーちゃんならお祝いをしても知らんぷりだったのだ。そんなことは頼んでない。殺されたいのか。なんつって。確かにそうかもね。前は槍の切っ先みたいに触ったら切れそうだったもんね。ほほう、やっぱりなのだ。ピーちゃん、ちょっと可愛くなりました。可愛くなんかない。リンカも満腹丸も私をバカにしてるのか。それこそ殺すぞ。なんで笑う？だって耳まで真っ赤にしながら殺すぞなんて言われても説得力ないよね。今の表情でご飯3杯はいけるのだ。写真に撮っておけばよかった。惜しいことをしたのだ。お前ら。まあまあ、パートナーが変更になっちゃってちょっと心配してたんだけど、取り越し苦労の腹減り損だったようで安心したのだ。そういうお前の方はどうだったんだと聞くまでもなかったか。ヴァイオラと組んだんだったな。ヴァイオちゃんに任せておけば寝てる間に対戦が終わってるのだ。やっぱりヴァイオラちゃんってそんなに。誰が相手でも全力を尽くすだけだ。そうだろ、リンカ。うん、自分が恥ずかしくなる。それ現実的な話をすれば、ビクに追い出されるような評価をつけられるのはまずいか。そんなお粗末な戦いにはならない。やっぱりピーちゃん。おい、話を蒸し返すな。死にたい。ごめんなのだ。でも満腹丸ちゃんはそれがちょっと嬉しいのだ。まあいい、とにかく次の対戦までに栄養補給と休息だ。
よく噛んで食べろ。それとプリンはやめておけ。じゃあ何を食べればいいのだ？戦闘前だからな。パンや米、卵を取るといい。じゃあバナナ丼にするのだ。バナナ丼？バナナは甘辛いタレ。栄養学的には間違っている。おばちゃん、3つ？3つ？うん、任せといて。バナナ丼で。おい、この流れで断れないよ。それに栄養学的に間違ってないって言ったのはももちゃんだよ。それはそうだが。ありがとう、満腹丸ちゃん。2回戦はここ自然エリアで行います。思う存分に戦いなさい。戦うフィールドが変わるんだ。そこまで考えてなかったな。さて2回戦ね。負ける覚悟はできていて？でも対戦の組み合わせはランダムのはずでしょ。私たちが当たるとは限らないよ。相変わらずお爪の方は空っぽのようね。ここはビクニよ。 V ウイルスの研究のためなら何だってするわ。特に変異種である VR ウイルスはビクニの1000倍特許ですものね。研究したくてうずうずしているはずよ。パートナーの再抽選の結果を見ればくじが操作されていることはバカでも気づくでしょ。 VR ウイルスの保持者は VR ウイルスの保持者同士組まされているんだから。あ、確かに。貴様、何が言いたい？次の対戦で私たちが当たる可能性がぐっと高まったって話。負けた時の言い訳を用意しておくことね。私たちは負けないよ。たとえバイオラちゃんが相手でも。なんですって？一度勝ったくらいで舞い上がっているのかしら。ランカちゃんを下してまで先へ進んだんだもの。お姉ちゃんは強いんだってことをちゃんと見せないとね。相変わらずゴミの言うことは理解できないわ。満腹。では2回戦第1試合の組み合わせを発表するわ。40番のペア対するは58番のペア。58番は？40番は私たちだよ。ほらね。でも第一試合に持ってくるのはいくらなんでもあからさ。満腹。はい。次の試合はあなたがリブレーターをやりなさい。バイオちゃんはおやすみ。私の戦闘データを好き放題取れると思われるのは私の強さなら一回戦で十分示したでしょう。このバイオラ様はお安くないってことをビクニの連中に分からせてあげなきゃ。あやいさー。では満腹丸ちゃんがおやつ。せいぜいポイントを稼いでバケツプリンでもたらい杏仁豆腐でも好きなものをお食べなさい。それじゃ試合でね。こっちは私が出るよ。いいだろう、任せた。リンカ、はあ、相手は満腹丸ちゃんとバイ一筋縄じゃいかなそうだね。私を刃として振るうんだ。無様な戦いは許さないぞ。分かってる。それでいい。うん、分かっ。それでは2回戦だ。ウサギさん可愛いでしょ。先が重い。
まだまだ余裕。はっ、てい、まっ、50個も突破。はっ、てい、これで決める。はっ、てい、はっ、てい、やっ、てい、おりゃ、突破。はっ、これじゃあ全然物足りないよ。よっ、はい、おさきは50個も突破。えはい、やはにゃ、えい、えい、あ、おりゃ、やっ、やっ、えい、やっ、えい、はっ、よっ、えはっ、はっ、はっ、たー、えい、はっ、えはい、やっ、やっ、よっ、おりゃ、はっ、おりゃ、はっ、たー、よっ、はっ、たー、はっ、てい、あまりないで、たー、おりゃ、てい、ふん、やったったのだ。ああ、行くわよ。満腹、敵が来たわよ。ちゃっちゃと片付けなさい。一度ドライブ。マリオちゃん、ドライブ。ボスには1カロリーの時期もないのだ。許さないんだから。いざ、いただきます。カロリーパン。Oh my god!
たかったのだ。一番いい評価だよ。いい感じ。どんどん強くなっちゃうよ。また強くなっちゃったかも。解放して自由に遊べるようにしているそうですよ。屋台とか海の家も出てるし、気晴らしにはいいかもね。何を食べようかな。全部食べるけど。おい、どうして私が付き合わなければならないんだ。勝ち逃げは許しませんよ。今日の洗いはリンカさんとモモさんのおごりですからね。どうしてそうなる。私たちに勝って得たポイントだもん。当然でしょ。それはそうだが、そうなのか。つーか、私は納得してないんだよね。一回戦で負けたのも稲川のせいだしさ。まあどっちでもいいけどさ。2回戦ではいい戦いができたと思うよ。あれならそこそこの評価をもらえるんじゃないかな。まあそうですね。2回戦はランカさんも頑張りました。なんで上から目線なのさ。っていうかクズ流の水着気はどくない。すっごいエロいんですけど。ねっね、似合ってるでしょ。私が選んだんだ。なかなかですね。うまくプロデュースすればお金が取れそうですよ。モモの肩ロースも美味しそうなのだ。ジョロリ、お前ら私をバカにしているな。そこに並んで歯を食いしばれ、皆殺しにしてやる。騒がしいですね。何事ですか。小春ちゃん、レアキャラ発見。月影が遊んでるの初。対戦が早々に終わったので休ま、働く時は働く、休む時は休む。メリハリをつけないと。あの、やっぱり定期戦は全勝だったんですか。勝ち負けは重要ではないでしょう。評価されるのは戦闘の内容ですし、それを決めるのは私ではありません。成績が発表されるまで私もわからないんです。でも手応えっていうかあるじゃない。月影的にはどうだったの。もちろん全力を尽くしました。手を抜くのは相手の方に失礼ですもの。皆さんもそうでしょ。まあね。ねえ、小春ちゃんも一緒に遊ばない。お誘いは嬉しいんですけど遠慮しておきます。休むのも筆頭としての仕事なので。そっか、筆頭さんって大変なんだね。どうか言っちゃって、本当は定期戦でクタクタに疲れて動けないだけなんじゃないの。そうかもしれませんね。ランカさんの負けですね。あの人には皮肉なんて通じません。何しろ筆頭なんですから。いずれ私がその座を奪ってみせますけれど。それより大丈夫なんですか。大丈夫って何が。満腹丸ちゃんさんが。ぐぐぐ、早く何か食べないと。栄養不足で心臓が
止まってしまうのだ。うっ、満腹丸ちゃんの口から魂がはみ出てる。ダメダメ。何が食べたいの？焼きそば？イカ焼き？かき氷とかがいい？全部。あと焼きトウモロコシ、それとカレーライス。焼きそばとカレーとなんだっけ。仕方ないの、私が買ってきてやる。戻ってくるまでに魂を口に押し込んでおけ。いいな。頼んだ、クズリュウ大至急だよ。これじゃ息抜きどころじゃありませんね。でも私たちの初めての定期戦、無事に終わったね。ビクニで暮らしていく自信みたいなものは得られたような気がします。そうだね、一安心ってところかな。リラックスするのはいいですけど、気を緩めすぎないでくださいね。定期戦はビクニでここでの暮らし全てが治療、早く VR ウイルスを治療できるよ。うん、頑張ろう。私たちの物語を楽しみましょう。 The next part has three different chapters. Slide the first one. Slide the first one. おはよう、マナちゃん。明日から実戦訓練の再開だね。定期戦の振り替え休日って言えばさ、幼稚園の頃遠足に、ある時の遠足で、それはで、その次の日はお母さんとランカちゃんと一緒に懐かしよう。会えないのかな。あ、そろそろ教室、マナちゃんは用事なんだよね。私、気をつけて。はぁ、二日も訓練がないと体がなまっちゃうね。ランカちゃん、あんまり、そういう人前で口を開けるときには、はいはい、気をつけます。あれ、なんだろう。廊下に人だかりができてるね。掲示板に定期戦の成績が発表されたらしい。おはよう、もも。今時、紙に書いて廊下に貼り出すなんて変なの。成績なんてメールで全員にパパッと送ればいいのに。相変わらず考えが浅いな、凛花の妹。何よその呼び方。私がお姉ちゃんの付属物みたいじゃない。すまん、名前が思い出せなかった。いつまでも姉に心配をかけるなよ、凛花。クズリュウ、まさか私のポジションを狙ってるんじゃないでしょうね。お姉ちゃんに取り入ってパートナーの座に収まる気なんだ。そしたら立場を利用してお姉ちゃんのおっぱいを揉んだり、こんな風に、こんな風に。あ、ランカちゃん、そんな廊下で。あ、ダメよ。いい加減にしろ。何も殴ることないじゃんか。こういうのをツッコミと言うんだろ。助けてくれてありがとう。ああ、お姉ちゃんにくっつくな。お姉ちゃんは私のだぞ。甘ったれの妹のポジションなどだが、リンカの意向を無視してまで当分は妹のおもりで忙しいだろうからな。おもりって。それよりお前たち。おっと、そうだった。のんきな。神楽坂、神楽坂と、どこにも名前がないな。あ、見つけた！ランカちゃんの名前あったよ。どこどこ？お、すごい！私11位だって！おめでとう、ランカちゃん！いい成績でよかったね。そうだ、私が11位ってことは、お姉ちゃんは？お姉ちゃんは私に勝ったんだもん。
通に考えれば私より上の順位だよね。神楽坂、神楽坂凛花は、それがね、5位だって。自分でも驚いちゃって。200人中5位なんてすごいじゃん。さすがはお姉ちゃんだな。今回はたまたまだよ。でも嬉しいな。クズリュウがお姉ちゃんと同じ点数で同率5位か。他の順位は1位は小春ちゃんか。やっぱりすごいな。ああ、びっくりした。どうしたの？稲川が4位に入ってる。なんで？月影、バイオラ、満腹丸までは納得でき、どうして一緒にパートナーを組んでた稲川が4位で。言われてみればそうだね。どういう評価の付け方になってるのかな。納得できないよ。あ、ランカちゃん、授業が始まるのに。しょうがないな、もう。どうしてもお願いを聞いてもらえないんですか？そう言われてもね。私だけチャンスがないのは平等ではありません。あなたにチャンスが与えられなかったわけではないのよ。小春ちゃんが特別だっただけの話。そんな話はしていません。平等な扱いを求めているだけです。困りましたわね。ゴーザンダ先生、いますか？あら、ランカさん。げ、稲川、どうしてここに？それはこっちのセリフです。今は座学の時間のはずでしょ。それこそこっちのセリフだよ。二人とも授業をサボったわね。やべ、ごめんなさい先生。でもどうしても納得できなかったものですから。もう一人納得いかない人がいるようだけど。あ、そうだった。どうしてペアを組んだ稲川が4位で私が11位なんですか？お姉ちゃんとクズリュウは同じ評価で同率5位でした。私たちはどうして差がつけられたのか、それを聞きたくて。単純に勝敗で評価を決定しているわけではないのよ。リブレイターとしての状況判断、エクスターとしての武装性能、ドライブ時のウイルスの活性状態に至るまで全てが評価対象なの。ウイルスの活性？そんなのまで計測してたんだ。ランカちゃん、1回戦ではお姉さんと戦うことに迷いがありましたね。はい、それは。お姉さんのことを思うのはいいでしょう。ですがそのせいでマナちゃんへの配慮が欠けてしまった。あの時あなたはマナちゃんのために戦おうと考えていた。いいえ、マナちゃんにはあなたと共に戦う覚悟があります。そんなの、稲川はビクニで自分が生き残るために戦っただけで私のためじゃ。そうであってもその目的のために彼女はあなたと共に戦うことを受け入れたのよ。あの時マナちゃんは確かにランカちゃんのために戦っていたのよ。稲川が？いつも優しいお姉さんと一緒にいたランカさんには理解できないかもしれませんね。もう少し大人になりなさい、ランカさん。稲川に言われたくないよ。ランカちゃんとマナちゃんの評価が分かれたのはそういう理由です。納得できたかしら？納得できないけど理解はした。今はそれで十分ですよ。いずれお姉さんのために他の誰かとドライブする日が来るわ。私たちバルキリーは二人で一人なのです。バルキリーはパートナーがいてこそ戦えるということを忘れないでね。はい、先生の言葉胸に刻みます。よろしくてよ。ランカさんのお話は終わったようですね。では私の話の続きを。そう言われても困ったわね。
どうしましょう。稲川は先生に何の用事があったの？月影さんの評価です。あなたぶっちぎりの1位だったね。月影さんがどうやってあれほどの成績。そういえば月影は誰と組んで。リンカさんとモモさん、バイオラさんと満腹丸さん、私とランカさんが組みましたよね。あれ VR クラスの生徒って7人だ。1人余っちゃう。はあ、今頃き。じゃあ月影は誰と組んだの？一般の V クラスの生徒と組んだそうです。彼女の順位は8。一般クラスの子とペアで、それの何。話には続きがあります。定期戦では全ての対戦相手が月影さんとの戦いを棄権したそうです。マジで？月影ってそんなにすごいんだ。私は月影がドライブしてるところを見たことないからな。でもどうせ負けるなら自分の力がどこまで通用するか見ればいいのにね。で、どうなったと思います？どうなったって、全員に棄権されたらそれで終わりでしょ。それでは評価がつけられないでしょう。実際に月影さんはダントツの点数で1位の座に収まってるんですよ。あれ？そっか。ねえ先生、月影の評価はどうやって採点したんですか？それがね、話していいものか悪いものか。ゴーザンゼ先生が話してくださらなくても私は知っている。もったいぶってないでさっさと言いなよ稲川。特別試合を行ったんです。指針との直接対決による採点方式でね。指針との直接対決？何それ、聞いてないよ。極秘に行われましたから。でもマナちゃん、なぜそれを知っているの？副筆頭の立場を利用して調べさせてもらいました。おお、スパイミ。これは明らかな不公平でしょう。特例扱いです。ついては私にも指針と戦って評価を上げる機会をいただきたいのです。今日はそれをお願いに来ました。確かにマナちゃんが納得できない気持ちはわかるわ。機会は平等であるべき。だったらストップ。そこまで。ちょっといいかしら理事長先生。ちょうどよかったわ。というか話を聞いていたんでしょ。まあね、理事長先生の地獄耳はどんな悪口も聞き逃さないんだから。止めに来たのかしら。でもそれではこの子たちは納得しませんわよ。やめろだなんて言わないわ。どうせ稲川さんもあなたも聞かないんでしょうし。その通りです。分かってらっしゃいますこと。ゴーザンゼ先生との対戦を認めます。ただ条件ですか？ゴーザンゼ先生が戦うのは一度きり。代表して戦うペアを選出するとして参加。それでは機会の平等が失われます。話をあまり大きくしたくないの。指針の能力は本当に本当の超極秘事項なのよ。あなたたちの力は本当に必要になった時までできるだけ表には出したくないの。それはそうです。それにあなたを相手にして戦える生徒なんて実質的に VR ウイルスの保持者くらいだわ。それはそうかも。そもそも一般クラスに自ら進んで指針と戦いたいなんて生徒はいないでしょうし。いないかしら。いないわね。それも寂しい話ですわね。仕方がありません。ビクリの事情も汲んであげなくては。マナちゃん、今の条件で。構いません。私に挑戦するペアはどう決めましょうか？それは生徒たちに任せましょう。私たちが決めても誰かから文句が出るわ。マナさん、 VR クラスからゴーザンゼ先生と戦う代表のペア。選出の方法は問いませんが、後になっての苦情は一切受け付けません。わかりました。私は誰が相手でも構わなくてよ。代表のペアが決まったら知らせなさい。それじゃあ私はデスクワークに戻るから。はぁ、どうしてこう厄介事ばかり起こるの。すごいじゃん稲川。
理事長とゴーザンズ先生を言いまかすなんて。それにもしかしたらゴーザンズ先生と戦えるかもしれないのか。まずは VR クラスの全員に周知する必要、その上で代表者の選出方法を決めましょう。オッケー。そのさて、これから忙しくなりそう。いただきまーす。挨拶に。でもでもご飯が。そう言わなきゃ来ないでしょ。はあ、じゃあご飯はないのだ。うぎゃー、だ、騙されたのだ。このままでは食べるつもりで分泌した胃液で自ら溶けてしまいます。うぐぐー、溶ける、溶けるのだ。話し合いが終わったら食事でも何でもさせて。本当なのだ。もうちょっと待ってくださいね、稲川。ゴーザンゼと戦えるというのは。まあ待ってください、月影さんがまだです。それが小春ちゃんとバイオラちゃんにも声をかけたんだけど。じゅ、月影もバイオラも余裕こいちゃってさ。ではこの場にいる人でさっさと決めよう。誰がゴーザンゼと戦う。ワクワクするね、ゴーザンゼ先生と。ちょ、しかもポイントもどっさりもらえるなんて。あなたたち。別にそんなつもりじゃないけど。月影さんは一般クラスの生徒をパートナーにして。げ、マジで。先生を相手に引き分けるなんてすごいことだよね。にわかには信じられん。確かな情報です。恐れをなして。誰が放棄するもんか。月影が引き分けたって言うなら私。そうだね、自分の強さを確かめるいい機会。おかわりのチャンスを。誰も引く気はなさそうですね。代表はどう決める。殺し合うのはあれ。そうなるんでしょう、ね、私はお姉ちゃんと。私はバイオラさんと組みます。ということはモモさんと満腹丸さんがペアということになりますけど。チャンスが与えられるなら私。満腹丸ちゃんもそれポイントを貸す。では私が対戦の予定を組んで皆さん。やれやれだ、遅いぞ。バイ、主役はいつだって最後に登場するものに。私が付き合ってあげるのよ。とはいえ指針への挑戦権というのは私にとっても。そいつらを蹴散らせばいいのね。そうです、私がリブレーターをやるわ。定期戦ではパートナーに任せて。痛い。心理作戦だ、気にするな。こっちは私がリブレーターをやる。いいな。では始めましょうか。格の違いというものを見せてあげるわ。倒されに来るなんて物好きね。ほらほら、いたぶってあげる。そこはっ、いたぶってあげる。味わいだ。100コンボ突破。ほらもらっち、味わいだ。そらこの感じ、おねんねしてな。いたぶってあげる。もらった、跳ねてろ。そこ、ほらほら、ごめんねしてな。くたばりなさい。先を急ぐわよ。けっ、てっ、やっ、されに来るなんて物好きね。そら味わいな。邪魔よ。そらもらった、しつこいわよ。そら
跳ねてろ。ほれほら。よいしょ。すごい。100個も来た。1枚。ほら。跳ねてろ。いたぶってあげる。そら。くらいなさい。どれ。ほら、そら、そこ。しびれな。先を急ぐわよ。そこ。いたぶってあげ。これで終わりよ。そこ。ほら、いたぶってあげ。味わいだ。て。ほら、おねんねしてば味わいだ。先を急ぐわよ。さらに来るなんて物好きね。そら、やっ。けっ、そら、しつこいわよ。狙った。ほれほれ。そこ。よけるじゃないよ。いっちゃ、図が高い。しびれな。邪魔よ。ほらほら、ほら、そこ。これで終わりよ。そら、そこ。先を急ぐわよ。おねんねしてば、くたばりなさい。相手が悪かったわね。やっ。ほら、ほら。そら。はあ。そこ。倒されに来るなんて物好きね。て、邪魔よ。痺れな。ふっと、ふっ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 、そこ、そら、ほら、そこ、そら、そこ、そら、ほら、ほら、ほら、そこ、ほら、そら、先を急ぐわよ。
倒されに来るなんて物好きね。一番跳ねてろ。トゥー飛んで一番飛んで一番跳ねてろ。トゥー飛んで跳ねてろ。一番飛んで跳ねてろ。トゥー飛んで一番まだ終わり。飛んでじっとしてな。これで終わりよ。一番まだ終わりじゃないわ。飛んで逃がさない。いたぶってあげる。一番飛んでまだ終わりじゃないわ。一番飛んでまだ終わり。そこほら一番まだ終わりじゃないわ。飛んで一番まだ終わりじゃない。そらそこそら一番飛んでまだ終わり。一番飛んで跳ね。まだ終わりじゃないわ。飛んでまだ50個も突破。飛んで跳ねてろ。まだ終わり。飛んで飛んで一番まだ終わりじゃないわ。一番跳ね。まだ終わりじゃないわ。一番まだ終わり。跳ねてろ。飛んでまだ終わり。一番一番まだ終わりじゃないわ。跳ねてろ。I think I almost got it. I almost got it. Can I retry? Yeah, can I retry now? 相手が悪かったわね。飛んでまだ終わり。一番飛んでまだ終わりじゃないわ。一番まだ終わりじゃないわ。飛んでまだ終わりじゃない。飛んで跳ねてまだ終わりじゃない。跳ねてまだ終わりじゃないわ。一番跳ねてまだ終わりじゃないわ。飛んでまだ終わりじゃないわ。跳ねてろ。飛んでまだ終わりじゃないわ。跳ねてまだ終わりじゃないわ。飛んで逃がさない。いたぶってあげる。一番まだ終わりじゃないわ。飛んでじっとしてな。ごめんにしてな。飛んでまだ終わりじゃないわ。一番まだ終わりじゃないわ。飛んでまだ終わり。跳ねてろ。飛んでまだ終わりじゃないわ。飛んで50個も突破。飛んでまだ終わりじゃないわ。一番まだ終わり。飛んで一番跳ねまだ終わり。一番や跳ねて逃がさない。たばりなさい。飛んでまだ終わりじゃないわ。一番じっとしてな。これで終わりよ。飛んでまだ終わりじゃないわ。跳ねて逃がさない。邪魔よ。跳ねてろ。まだ終わりじゃないわ。飛んでじっとしてな。ごめんにしてな。飛んでまだ終わりじゃないわ。跳ねて逃がさない。たばりなさい。飛んでまだ終わりじゃないわ。飛んで跳ねてろ。まだ100コンボ突破。おねんねしてな。飛んでまだ終わりじゃないわ。倒されに来るなんて物好きね。まだ終わりじゃないわ。一番じっとしてる。しつこいわよ。飛んでまだ終わりじゃないわ。跳ねてろ。逃がさない。ごめんにしてな。飛んでまだ終わりじゃないわ。一番まだ終わりじゃないわ。跳ねてろ。まだ終わりじゃないわ。一番じっとしてる。もらった。跳ねてまだ終わりじゃないわ。一番逃がさない。いたぶってあげる。飛んでまだ終わりじゃないわ。跳ねてろ。一番まだ終わりじゃないわ。飛んでじっとしてる。ごめんにしてな。飛んでまだ終わりじゃないわ。一番飛んでまだ終わりじゃないわ。飛んでまだ終わり。一番一番まだ終わりじゃないわ。や跳ねてまだ終わりじゃないわ。一番まだ終わりじゃないわ。や跳ねてろ。飛んでまだ終わりじゃないわ。一番一番や跳ねてまだ終わりじゃないわ。飛んで一番まだ終わりじゃないわ。跳ねてまだ終わりじゃないわ。一番や一番や跳ねてろ。跳ねてろ。飛んで一番 There we go, got it. やっ
敵を見つけた。戦闘の準備をしろ。あうん、お手柔らかに頼むのだ。集中しろ満腹丸、来るぞ。避けられるか。いたぶっこまで。その手ほら飛べ。満腹丸無駄倒れ無駄もらったもらったくらえそこ無駄消えろしつこいわよ邪魔よその程度無駄くたばりなさいその程度無駄倒れほら空飛べほら無駄しつこいわよ邪魔よしのぎき一枚見せろしのぎき無駄一等しい貫くほらゴーストスライダーやるじゃないしのぎき消えろ伏せろくそら倒す砕ける伏せろ虫けらお上手虫けら怖いお上手ほらそらもらったここで終わりよここまで楽勝ね。当然の結果だわ。もう負ける気がしないわ。また強くなれましたね。さんのようなクズからバイオラさんに乗り換えて本当にこれなら豪座人がそれにしてもこうもうまくいくなんて。私はそんな小細工必要ないって言ったんだけどね。小細工だと何の。あのご飯はまだ。ああそういう約束でしたね。どういうことだ。対戦が終わったらご飯をおごってもらう約束だから早く対戦を終わらせたかったのだ。それで戦いの最中に集中していなかったのか。稲川貴様戦場に立つ前から戦いは始まっているんです。ピーちゃん何を怒ってるのだ。くそまんまとしてやられた。満腹丸のバカなんで簡単に騙されるのさ。え、ランちゃんも怒ってる。よくわからん。ご飯をおごってもらえるなら代表になってもならなくても同じって言われたから。同じじゃないでしょ。全然違うよ。いいんだ満腹丸を責めるの。満腹丸の性格を考えれば予測して叱るべきだった。でもこんなのあんまりだよ。稲川だってこんな手で勝って嬉しいの。おかしなことを言いますね。嬉しいに決まってるでしょ。勝つためにここにいるんです。マナの言う通りよ。勝ってこその勝負。そして負け犬の遠吠えほど見苦しいものはないわ。私が神楽坂凛花は少しはやると聞いていたけれど、妹の様子を見たらそうでもなさそうね。満腹丸と同じように何も分かってないバカなら負ける要素はないかしら。おい
口をつ私は何を言われても構わない。だが凛花や満腹丸のことをバカにするのはクスリュ。そこにいる蘭花だって確かにバカかもしれない。いや、ちょっとクズリュ。だが他人を見下して利用しよう。負け犬ほどキャンキャンよく吠える。私に話を聞かせたかったら勝ってから言うことね。挑戦なら何度でも受けてあげる。その言葉忘れるな。では失礼するわ。次は少しは楽しめるカードを組む。はい、バイ。ではせいぜいお大事にね。大丈夫クズリ。気にするな。自分以外の誰かのためにこれほど気が高ぶるなんて、このままでは終わらせない。終わらせてはいけない。